少し稼いだからって何様のつもりだ。お前が俺より下だってことは変わりないんだよ。どこまでも私を罵倒し続けるモラハラ夫。もう無理、離婚して。私はもう限界を迎えていた。感情的になってそう言うと、夫はにやつきながら引き出しから何かを取り出した。それじゃあお前とは離婚だな。そう言って離婚届にサインをする夫。よかった、これでやっとあなたと離れられるのね。え？私の発言に夫は目を丸くして驚いていた。私の名前はひとみ、32歳の会社員だ。私は大学を卒業後に就職した会社で働き始めて10年になる。10年経った今、私はそれなりに仕事で認められるようになったが、それでも昇進はなかなかできずにいた。それは私の性格が原因だということは分かっていた。私はあんまり人に強く言えないというか、臆病なところがあった。だから周りに対してこうしてほしいとか、自分の意思を伝えるのが苦手だったのだ。そのため人の上には立たせられないと判断されたのだろう。その点は自分にとっても問題だと思っている。どうにかして自分の性格を変えていかないと。だがなかなか思うように変えられるわけもなかった。どうすればいいのだろうか。そんな風に悩みながら仕事をする日々を過ごしていた。そんな中、私は会社の後輩に合コンに誘われた。先輩、合コンに行きましょう。いや、私はいいよ、そういう場は苦手だし。本音を言うと欠席者が出ちゃって、先輩くらいしかもう誘える人残ってないんです。そう言って手を合わせてお願いしてくる後輩。普通なら私を舐めるなとここで怒るところだろうが、私は怒ることができなかった。そして後輩がかわいそうだと思い、行きたくもないのに合コンに参加してしまったのだ。自己紹介でうまく喋れず、私は失敗したなと思いながら早く帰りたいと思っていた。すると私は合コンに参加していた一人の男性に話しかけられた。それがたかしという男性だった。楽しめてますか？はい。緊張してますね。はい、ものすごく。大丈夫ですよ、もっとリラックスして。わかってるんですが、どうしても緊張してしまうんです。緊張しいなんですね。じゃあ僕は全然ゆっくりの会話でも構わないんで、いろいろとお話をしましょうよ。はい。たかしはそう言って私のペースに合わせていろいろと話してくれた。そのおかげで最初はうまく喋れなかったものの、少しずつ心を開いて話せるようになった。彼は終始笑顔で私の話を聞いてくれて、ものすごく楽しい時間を過ごせた。そして連絡先も交換することに。私はまさかこんな風に誰かと知り合えるとは思っていなかったのでびっくりした。それから私たちは仕事後に定期的に会うようになった。彼がぐいぐいと積極的にアプローチをしてくれたのだ。彼はいつも優しくて、私は彼となら自然体で話せた。そしてこのままお付き合いとかできたらいいなぁなんて思っていた時、彼が私に告白をしてくれた。私は赤面してものすごく照れたが、とても嬉しくて、私は彼の告白を承諾して私たちは付き合うことになった。それから順調に交際を重ねていった私たち。久しぶりに彼氏ができたので、私はものすごく嬉しかったし、とても楽しい日々を過ごすことができた。そしてあっという間に月日は流れていき、気がつけば私たちは付き合って1年が経とうとしていた。そんな中、ある日彼は私にプロポーズをしてくれたのだ。私はまさかプロポーズをされるとは思っていなかったが、ものすごく嬉しくて、すぐに彼からのプロポーズを受けた。年齢的にも結婚しててもおかしくないし、彼とならきっと幸せな結婚生活を送れるだろうと思っていた。それからお互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせも済ませた。そして、無事に結婚式も挙げて、私たちは新婚生活をスタート。だが、結婚生活を始めてから私は驚いたことがある。それは夫が全く家事をしてくれないことだ。私たちは共働きだ。
それなのに、夫は今までしたことがないからという理由で家事を全然してくれないのだ。夫はずっと実家で暮らしていた。付き合っていた頃はお金を貯めたいから実家暮らしをしていると私に説明をしていて、私はそれを信じていた。だが実際には家事をするのが面倒くさいから自立しなかったのだろう。私は少しでもいいから夫に家事をしてもらおうと思い、洗濯物を干すとかできるところからでいいからとお願いをした。だが夫は堅くなに家事をしようとしなかった。家事っていうのは嫁がやるもんだろ、亭主の俺にやらせんなよ。家事はお前の仕事、わかったな。夫はそう言って無理やり私に家事をやらせた。そのため私はどんなに仕事が忙しくても家事を全部やらなければならなかった。しかも夫は自分は一切家事をしないくせにいちいち文句を言ってくるのだ。なあ、つい最近も丼物じゃなかったか。あ、ごめん、ちょっと仕事が忙しくて。丼物はパパッと作れて量もたくさん食べられるから。要するに手抜きをしたってことだな。いや、そういうわけじゃ。言い訳なんてしなくていい。お前は家事をサボったってことだろう。そんな。夫はそうやって私のことを責めてきた。私はサボったつもりはない。むしろ忙しい中でも頑張っているつもりだ。それなのに夫は私の頑張りを全く評価してくれないのだ。私は夫がこんな風に独りよがりな考え方をする人だとは思わなかった。そして夫はどんどん自分勝手に何でも決めようとする。来週引っ越すから準備しておけよ。え？引っ越す？ああ、もう部屋も契約済みだ。ちょっと待ってよ、私そんなこと全然聞いてないんだけど。今言ったからな。私は夫の発言にびっくりしてしまった。なんと夫は勝手に引っ越しを決めていたのだ。普通そういうことは夫婦間で話し合うことだろう。それなのに夫は事後報告をしたのだ。しかも引っ越し先というのが私たちには別に必要のないタワマンだった。え？ここ？ああ、そうだよ。どうだ、いい家だろ。そりゃ綺麗でいい部屋だとは思うけど、家賃はいくらなの？月25万だよ。え？ 25万？そんなに高いの？25万の家賃なんて私たちには不相応だろう。どうして夫はそんな家賃の高い部屋を選んでしまったのだろうか。しかし、もう契約をしてしまった以上キャンセルするのはもったいない。それに夫はサプライズだと言って荷物を運ぶまで引っ越し先を教えてくれなかった。だから私は事前にこのタワマンに引っ越してくることを知ることができなかったのだ。それにしても月25万は高すぎる。夫の給料が現在手取りで30万円だ。つまり家賃だけでほとんど持ってかれるということだ。夫は私が働き続ける前提でこの部屋を契約したのだろうが、それなら家事を丸投げするようなことはしないでほしい。それに勝手に部屋を決めてしまうようなこともやめてほしい。私はどうやら夫に自分の意思がない人に見えるようだ。だから何でも押し通せると思っているらしい。それは本当に良くないことだと思った。そのため私は怖くてもいいから自分の意見を言おうと思った。それから私は夫がいろいろと要求をしてきても自分の意見を言うようになった。おい、なんで今日は魚なんだよ。俺は肉が食いたいんだぞ。そんなの今言わないでよ。私は魚が食べたかったし、お肉より安かったのよ。それに魚とかも食べないと栄養が偏ってしまうわ。夫は私がそんな風にはっきりと言い返すとは思わなかったのだろう。とてもびっくりしていて言葉に詰まっていた。そして言い返しが思い浮かばなかったようで舌打ちをして魚を食べていた。私はこの時初めて夫に対して自分の意見を押し通せた気がした。諦めずにちゃんと言うことは大事なんだと実感することができた。それからというもの、私は少し性格が変わったようで、仕事でも自分の考えや意見を恐れずに言えるようになった。ちゃんと自分が何を考えているのかは伝えないとわからない。それを伝えてどう反応するのか、何を思うかは相手次第なのだ。そう考えられるようになった瞬間に少し心が軽くなった。
そして仕事で自分の意見を伝えられるようになると、周りの私を見る目も変わっていった。上司からも評価してもらえるようになり、なんと今度私は課長に昇進することになったのだ。私はどうやら自分の殻を打ち破ることに成功したようだ。それから夫に対しても負けじと言い返せるようになった。おい、酒が足りないぞ。じゃあ自分で買ってきなさいよ。私は奴隷でも家政婦でもないんだから。なんだと？お前は亭主に口答えする気か？そういうの時代遅れだから。夫婦は対等でしょ。ふざけんな。いいからビールを買ってこい。いやよ、それくらい大人なんだから一人でできるようになって。俺はできないんじゃなくてめんどくさくて。私もめんどくさいから。自分が嫌なことを人に押し付けるとか最低だと思う。お前はああ言えばこういうやつだな。それはお互い様。私は自分でもびっくりするほど強くなっていた。だから夫に対しても臆さずに言い返せるようになっていた。だが夫の面倒なところは予想以上にしつこいところだった。それからというもの、夫は私に対してかなり高圧的な態度を取るようになった。お前はいつになったら仕事を辞めるんだ？え？私は辞めるつもりなんてないけど。まったく、大した評価もされていないのに続けるとか、愚の骨頂だな。お前が仕事をすることで家事がおろそかになって、俺の仕事のパフォーマンスが上がんないんだよ。何よそれ、私のせいにするなんておかしいわよ。俺よりも給料が低いくせに意見するな。給料の高い低いなんて関係ないでしょ。うるさい、俺の方が上なんだ。だからお前は俺に従ってろ。夫はそうやって私にマウントを取ろうといつも必死になっていた。本当に器が小さいというか、なんでこんな人と結婚をしてしまったのだろうと私は後悔した。そしてその後も夫はことあるごとに私に対抗をしてきた。だんだん面倒くさく感じてきたので、私は課長になってから初めて出た給与明細を夫に見せることに。夫は私の給与を見て目を見開いたが、すぐにバカにしたような態度に戻った。少し稼いだからって何様のつもりだ。お前が俺より下だってことは変わりないんだよ。どこまでも私を罵倒し続けるモラハラ夫。もう無理、離婚して。私はもう限界を迎えていた。感情的になってそう言うと、夫はにやつきながら引き出しから何かを取り出した。それじゃあお前とは離婚だな。そう言って離婚届にサインをする夫。あなたこんなもの用意していたの？最近のお前は生意気だからな。こうでもしないと言うことを聞かないだろう。俺は別に離婚になっても構わないからな。お前が感情的になった言った言葉だとしても、これを出したら終わりだからな。そう言って私に離婚届を突きつけてくる夫。よかった、これでやっとあなたと離れられるのね。え？じゃあこれすぐに出してくるから。私の発言に夫は目を丸くして驚いていた。お、本気で言ってるのか？ええ、もちろんよ。荷物をまとめて出ていくついでに提出してくるから。私が平然としてそう言うので、夫はものすごく動揺していた。だが私に負けたくないというプライドからか、すぐに強がった態度を見せた。ああそうかよ。お前がやり直したいって言ったって絶対にやり直さないからな。これで俺たちの関係は終わりだよ。さっさと出て行け。そのように怒鳴る夫。だから出て行くって言ってるじゃない。私は冷静にそう返して荷物をまとめて家を出て行った。それからすぐに役所に行って離婚届を提出。そして実家に帰った。両親は私を温かく出迎えてくれた。母の手料理を食べるとほっこりした気持ちになった。私は今まで一人で家事をやって、仕事も一生懸命にやって、本当に頑張ってきたな。これからは自分のために生きよう、そう心に決めた。それから数日後、元夫から電話が来ていたが、私は無視をした。だがその次の日も、その次の日も電話が来た。別にもう話すことは何もないので、私は無視をし続けた。すると1ヶ月ほど経った頃、夫がなんと私が働く会社にやってきたのだ。え、一重。え、たかし、何しに来たの？お前、電話にも出ずに何やってんだよ。は？家にも帰ってこないし、
家に金も入れないし本当にダメな嫁だな。あなた何を言ってるの。私たちもう赤の他人なのよ。離婚届だって出したんだから。俺はそんなの認めてないぞ。あの離婚は無効だ。お前はまだ俺の嫁だ。はあ？私は彼がここまで自己中心的でぶっ飛んだ人だということに呆れてしまった。意味わかんない。私はそう言って会社を出ようとした。すると元夫は私の前にやってきて土下座をしだした。頼むよ、戻ってきてくれ。家賃が支払えなくて家を追い出されそうなんだ。そりゃあなたの手取りの8割以上の金額だもの、支払えなくなるのは当然でしょう。お前のおかげで豊かな生活ができていたってことにようやく気づいたんだ。お前が見せてくれた給与明細も思い出した。あれ基本給だったからお前かなり収入が上がったんだろう。俺なんかよりもお前はずっとすごいんだ。俺は反省しているからさ、また一緒に暮らそうぜ。今度こそ夫婦仲良く幸せな日々を過ごせるからさ。そうやって私に媚びを打ってくる元夫、何を言っても無駄よ。私はもうあなたのことを何とも思っていないから。そして他人なんだからこうやって職場に押しかけるようなことしないで。次私の前に顔を見せたら警察を呼ぶから。警察？ええ、そうよ。捕まりたくなかったらもう私のことは諦めてちょうだい。こっちが下手に出たら調子に乗りやがって。もういいよ。お前みたいなババアよりも若い女と結婚して幸せな家庭を築いてやるよ。そう、頑張って。余裕のあるふりしやがって。もしもし、警察の方ですか？今不審者の方に追われてて。お前マジに連絡すんなよ。夫はそう言って慌てて逃げていった。私は電話をしたふりをしたのだが、どうやら効果があったようだ。そして会社の外に出た後、盛大に転んだのが見えたが、警察に捕まりたくないのか足を引きずりながら逃げていった。その様子が滑稽で私はぷっと吹き出した。それから元夫に対して接近禁止令を出してもらった。ちなみに元夫は滞納した家賃を義両親に支払ってもらい実家に戻ったらしい。事情を知った元義両親は私の実家に来て私と私の親に謝罪をしてくれた。その後私は一人暮らしの部屋を借りて生活を始めた。元夫がいない生活はものすごく快適でとても平和で穏やかだ。しばらく恋愛はいいので、これからは仕事にさらに打ち込んで結果を出していこうと思う。プライドばかり高いモラハラ夫は本当に迷惑ですよね。主さんは今までよく耐えたと思います。これから自分のために生きて幸せになってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。